お早い出発ですね。ユーナ様は昨晩あれほど遅くまで働かれていたのに大丈夫ですか？お気遣いありがとうございます。でも十分休みましたから。あなた方も出発ですか？は、原稿川を渡って北上します。新たなチョコボを探すつもりです。チョコボが見つかったら騎兵隊を再建します。あ、一人足りないんじゃない？隊長、待ってください。何してんの？置いてくよ。だってチョコボについてくなんて無理。ではユーナ様、ご幸運を。エルマ、フラスコ、行くぞ。ちょっと休ませて。甘ったれない。次どこだっけ？原稿川を渡るの。うぇす、原稿川へ向けて出発。Wait.
私グアドサラムへ行こう。
クアド族とはきちんとお話をしたことがないですからね。私、クアド族とは。またかよ。俺も修行のうちよ。Thank you.
見ろ、キマリの仲間だ。よく似ている。どこが？どちらも召喚師を追いかける。角なしの小さいやつ。角なし、角なし。キマリをあざけりに来たか。違う、小さなキマリに忠告に来た。召喚師が消え、帰らない。次はキマリの召喚師の番だ。哀れなキマリ、角をなくし召喚師もなくす。惨めなキマリ、一人で泣き叫べ。あいつらさ、キマリに恨みでもあんのか。じゃあただの嫌がらせ。いつかケリをつける。いつでも手伝うからな。キマリ一人で。キマリの問題だ。俺たちは黙って見てるのが礼儀ってもんだ。気になるわね。ロンゾ族の問題はロンゾが解決する。昔からのしきたりだろ。そうじゃなくて、召喚師が消えるってこと。突然消えるわけでもあるまい。ま、ガードがしっかりすれば大丈夫ってことだ。お？言うわね。魔法の力が必要ってわけ。死にたいのはどいつだ。終わりだ。
先は長い。行くぞ。サクサク行こうぜ。シュア！また会ったな。未変セッションに加わっていたそうだな。機械の無力、理解できたか？やはり真を倒せるのは召喚師しかいない。そうですね。もっと修行しないと。お前が望むなら修行に手を貸そう。召喚獣の実践訓練だ。どうだ？私と戦ってみるか？お願いします。そう来なくてはな。では始める前に、お前の召喚獣は癒しておいた。さあ始めようか。召喚獣を呼ぶがいい。どれほどのものかじっくり確かめるとしよう。
熟。まだまだ甘いが、私からの祝。次に会う時までに鍛えておくことだな。これが原稿画よ。原稿画っていうの。夜になるとたくさんの原稿虫が集まるんだって。川中が光ってまるで星の海。あ、そうだ。夜までなど待たんぞ。シンを倒したらゆっくり見に来よう。急がないとシュパーフが前になっちまうぞ。シュパーフ？船のことか？ん？ええ。わっ、すげえ。わっ。
こいつがシパフだ。ああ、乗りたい。これ乗りたいぞ。よし、準備ができたら乗るぞ。大赤や。揺れてユーナが川に落ちた。シパーフは長い鼻でユーナを助けた。ユーナは喜んで3回わざと川に飛び込んだ。あ、キマリは心配した。ごめん。ユーナは楽しそうだ。だからいい。私10年前までベベルに住んでたんだ。父さんがシンを倒してからビサイドに移ったの。キマリが一緒に旅してくれたんだよ。ベベル？エボン寺院の中心地で、スピラで一番大きな町だよ。ヴィランは乱暴者だ。だから召喚師が消える話。うん。話。ジェクトもここで初めてシパーフを見た。驚いたジェクトはいきなりシパーフに切りかかってな。なんで？酔っていた。魔物だと思ったらしい。はあ、しょうがねえな。俺たちの有り金を全部出して詫びを入れた。そしてジェクトはそれ以来酒をやめた。あの時のシパーフは今も現役のようだな。スピラは10年経っても、もっともここは変わることを拒否している世界。そう簡単には変わらんだろうがな。ダメダメね。無理っぽいかもよ。そこをなんとかお願いしたい。ダメなものはダメなのね。どうしたんすか？あいつったら、この子をシパーフに乗せないっていうの。あー、でかいもんな。たく腹立つわ、あいつ。どう考えても無理だと思うけど。それじゃ何？この子置いていけっていうの？いや、そんなつもりじゃ。やむをえん。シパーフは諦めるぞ。どこか徒歩で渡れる浅瀬を探す。了解です、隊長。それすごい遠回りじゃないですか。道がなければ切り開けばいい。そんな無茶な。さすがルチル隊長。道がなければ切り開けばいい。ちょっと印象に残ってる言葉なんだ。ルチル隊長、元気かな？シ
について。シパーフの生態についてはわからんことが多いんですわ。例えば、そう、食事ですな。シパーフは何も食べやせん。鼻で川の水を吸い込むだけであの巨体を維持しとる。水中の小さな小さな生物を食べているという説もありますな。うん、大体こんなところですわ。乗る？いや、乗りなよ。シパーフ出発。見てみろ。何？あ、町が沈んでる。千年以上前の機械の町だ。川にたくさんの橋を架けて、その上に町を作ったらしい。町の重さで橋が崩れて、川の底に沈んでしまったそうよ。ま、いい教訓だな。教訓？なあ、川の上に町を作るなんて何の意味がある？水がたくさんあって便利だからとか。いや、違うな。ただその技術、力を試したかっただけだ。そうかな。エボンの教えだ。人は力を持つと使わずにはいられない。禁止しなくちゃキリがないってわけだ。でもさ、結構機械使ってるだろ。スタジアムとか。そうだよな。寺院がね、決めるの。この機械は可、あの機械は不可ってね。どんな機械がダメなんだ。未編セッションで見ただろ。ああいう機械だ。また戦争が始まるからね。戦争？千年以上前にね、機械の武器をたくさん使った戦争があったんだって。戦争の間も武器はどんどん強力になってな。町だけじゃなくて、スピラそのものを、世界を破壊し尽くす力を持つ武器も作られた。このままではスピラがなくなってしまうかもしれない。それでも戦争は終わらなかった。どうなったんだ。突然シンが現れて町や武器を破壊した。戦争は終わったわ。でもその代償としてシンが残ったな。シンは調子に乗りすぎた人間への罰ってわけだ。きつい話っすね。
なあ、きついな。でも、機械が悪いわけじゃないだろう。そう、使う側の問題ね。アルベドみたいのがいるからダメなんだよな。うわっ、なんか変だよ。座っていろ。はい。アルベドだ。怪我はない？大丈夫。まったく、アルベドのやつらめ。大丈夫かな？すいませんでした。もう大丈夫です。言うの？あ、はい。シュパーフ、出発進行。アルベドめ、なんだってんだ。ルカデのことと関係あんのか。あいつらユーナを襲ってどうする気だ。あ、試合に負けた腹いせか。二編セッション失敗の腹いせか。どうかしら。キマリの知り合いが言ってたでしょ。最近召喚師が消えるって。ああ、それがアルベド族の仕業か。そう、アルベドめ、何考えてやがる。どうでもいいって。
アルベド族のことをここで話しても仕方ないだろう。誰が相手でもユーナを守る、それだけ考えて。俺はやるっすよ。そりゃそうだけどよ。そうだね。まだアルベドがいるかも。しばらく動けそうにないわ。キマリはシュパーフの上で油死んでる？よっと。よっしゃっと。よっと。ああ、死ぬかと思った。あ、リュック。リュックだよな。おお、無事だったんだな。元気だったか。全然。顔色悪いな。なんかあったのか。君にやられたの。え？あ、さっきの機械。あの中にいたのか。そ。もうめちゃめちゃ痛かった。ひどいよね。もうでもさ、そっちが襲ってきたんだろ。違う、深い事情があるんだよ。おい、知り合いか。まあそんな感じ。どうもリュックです。ほら、ユーナとルールにはルカで話したよな。リサイドに流れ着く前に俺が世話になった。そりゃお前恩人だろ。会えてよかったよな。まったくエボンの賜物だ。で、リュック、倒れてたみたいだけど怪我ないか。若、ちょっと待って。あ、なんだ。ちょっと
話したいんだけど。おお、話せよ。女子だけで話し合いです。男子は待っててください。そうね、そうしましょう。アーロンさん、リュックを私のガードにしたいんですけど。顔を上げろ。え？顔を見せろ。あ、いいよ。目を開けろ。やはりな。ダメ？覚悟はいいのか。当たり前です。というわけでいいんだよね。ユーナが望むなら。私はぜひ。リュックはいい子だよ。俺も世話になったし。そうだな、賑やかになっていいかもな。そうそう。じゃあ私は賑やか担当ってことで。不思議だった、ワッカはあんなにアルベド族が嫌いなのに。よろしくお願いします。リュックがアルベド族だって気づかなかった。だな。アイテム組み合わせて使うとこういうこともできちゃうわけ。ま、適当にやってんだけど。常にこうありたいものだ。
先は長い。行くぞ。お待ちしておりました、ユーナ様。ようこそグアドサラムへ。ささユーナ様、こちらへ。何なんだあんた。これは失礼。私トアメルグアドと申します。グアドの族長シーモアグアドの身内の者でございます。シーモア様がユーナ様に大切なお話があるそうで。私にですか？どんなお話でしょう？ともあれ、まずはシーモア様のお屋敷へどうぞ。もちろん皆様も歓迎いたしますよ。なんか強引だよね。あ、忘れてた。異界とは、異界送りで生まれた元寇虫が集まり、死者が生きていた頃の姿をとって現れる場所でしてな。なんとも不思議な現象ですが、仕組みはよく分かっておらんのですわ。アルベドの者たちはこう言いますな。異界を訪れた聖者の思いに元寇虫が反応しているだけだと。しかし異界に現れるのは死者のみ、聖者の姿は出てきやせんのです。この仕組みが分かっとりませんな。おそらく聖者の心には死者の思いが住み着いており、
その思いが元寇中の力を借りて姿を見せるのではないかと。いやいや、証拠などありゃせんのですがな。ま、これくらい。異界と元元寇中といっても虫ではありゃせんのですわ。魔物を倒すと現れる光、あれのことですな。元寇中はいろいろと不思議な現象を見せてくれます。過去の幻影、スフィア、魔物、そうそう、召喚獣にも、あれは祈り子様、そう、現実、いやいや、ま、これか。ガードのお務めご苦労様です。シーモア老師が久しぶりにクエドサラム、まだまだお若いの。世界参りの客相手に、いいか、銃は正直がモットーの。Thank you.